アパレやってまーす。どうも空気です。AKB48 の小栗です。どうもハリウッドザコシショウですわ。はい、南川でございます。今回もコロナウイルス拡散防止のため、ラジオブース内の人数を減らし、換気のため扉を開けっぱなしにしての放送でお送りしますと、ということで始まりましたね。お願いします。説明言うのかっこいいな。慣れてきたな。めちゃくちゃ噛みました後半ね。うん、後半噛みました。末尾ね。まあまあしゃあないしゃあない、はい、うん、しゃあないよ。初めてちょっとこの席に座らせていただいて、うん、あ、確かに、うん、いつ、あ、いつもな、立ちでやってたもんな。立ちじゃないです。立たされて後ろに手、後ろに手組んで、バケツ持って、バケツ持って罰式じゃないですか。すごい、いつも罰の式。頭に壺乗せて、水タプタプの壺乗せて。なんかの罰じゃないですか。壺、何、昔の壺、壺ね、昔の、あれ、あれで生活してんの、あの水で。左に入ってた一日。左に入ってた。話進めないでください。何や、何や入ってた。何や、痛いの。どっちがいい、ピーっていうのか、ラニアと、どっちがいい。ピラニアをピーっていうのか、ラニアやったら、俺ラニアの方がいいな。ラニアの方がいいですよね。ラニア、ラニアが分かりやすいな、ピーよりな。ラニア、ラニアの方がいいんですか。ゆいちゃん、ピーこうてんのよりラニアこうてんのの方がいい。ゆいちゃんだけ、ピーだと放送禁止言ったみたいな。ああ、確かに。ならないです。ピラは、ピラはそう、ピラって言ってもらったらニアになってもニアは嫌やん、なんか。ピをもし切るとしたらね。そう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 、ピラニアの方がよくない。いや、あの、どっちでもいいですけど、ピラニアなんかいないし、まずツボ乗せてないんですよ。ツボ乗せてるで話してない。ツボ乗せてんの。乗せてないですよ、僕。ちゃんと座って、ちゃんとね、あの、スペースあってのところでやってますから。3人で運んでない、3人で。お前、お前、同じお前が3人。あ、3人おるん。お前3人いるやろ。いないです。後ろにツボ乗せた3人。どこの世界ですか。え、平行世界にいっぱいおんねやろ、お前が。パラレルやん。じゃあ僕以外にもみんないるでしょ。クッキーさんも師匠もゆいちゃんもいるでしょ。そんな怖いツッコミしてくれない。怖くないでしょ。怖いよ。なんとか進行したいって思ってるだけです。ごめんごめん、進行してください。ゆいちゃんね。今日は3人とも帽子かぶってますね。ああ、そうですね。でも、なんで？みんなでも帽子、キャラ、あ、でも、波川はちゃうか。うん、そうそう。ザコシさんは？そうです。師匠は絶対それです。俺はね、あの、天下のやつ。天下のです。うん。南川はいつも被ってない時もあるよね。僕は別に被ってない時もあります。普段は被ってない。あ、グロいね、取ると。もう、もう、チンポコなのよ。チンポコ言うたか。人の顔見てチンポコ言うたか。とろみチンポコなの。そうそう、防塵防塵。なんでそんな、液体が言ってるんですか。液体出さないでください。その割れ目から出んやったらいいけど、その気筒全体から出てると思う。やめてくれ。そんな、あの、カウピーの出方見たことないの。いや、高野豆腐みたいに染み出るカウピーは見たことない。全体で俺、旬でないですよ。カウパー旬でない。旬でるね。そんな言いたくないですよ、俺、カウパー旬でないと。言うなよ、お前、アイドルの前の。お前、ゆいちゃんにマジで申し訳ないな。すいません、ゆいちゃん。何の話ですか。何なんですか、わかんないですよね。ごめんなさい。高野豆腐の話です。高野豆腐、そうそうそう。高野豆腐やったらね、大体わかるでしょ、もう旬でるから。美味しい。はい、美味しいです。高野豆腐の。高野豆腐は。喉乾いてる時にちょうどいいもんな、高野豆腐の。水気出るからね。いやいや、なんでお前、喉乾いてる時、お前。高野豆腐でいけるでしょ、もう。いけます？マラソンの後いけます？マラソンの後でよ、スポンジで水飲んでません。ああ、確かに。マラソンの高野豆腐の絶対でしょ。味しっかりあるし。ええ、だし、だしや。だし入ってるやん。あかんよ、だし。だし、マラソン後、だしはあかんよ。マラソン後何がいいですか？一番飲む。いやー、ポカリでしょ、ポカリ。ポカリ、ほら、ポカリでしょ。スーパーポカリ。そんな、ポカリ1位？うん。あ、あ、あっちはほな、あの、オルナミン C とか。俺、もう、炭酸シュワシュワしとるやんか。お腹がすごい、ボコボコなりそう。いや、でも、ライフガードは飲みたない。ライフガード飲みたい。ライフガードでも炭酸ですよ。炭酸、炭酸。アンバサは、アンバサ。アンバサも懐かしい。あ、甘すぎますね。あー、もう出しだったらね。初物レモンは、初物レモン。はーつむつレモン。初物レモンね。あー、いいですね。初物レモンね。確かに初物レモン。初物レモンいいですね。蜂蜜レモン知ってます？はい、普通に蜂蜜レモンですよ。蜂蜜レモン知ってるよね、ゆいちゃんもね。あるでしょ、飲んだこと。ない、あります。あるよね。はい、多分、あの、いつもの普通のです。そう、あの、な、冬場だったらホットも出ましたよね。あ、出てました、出ました。出てました。確かに美味しいんですよね。だから昔、急激的に流行ったじゃん。流行りました。今もあるよね、でもね。あるんすけど、あんま見ないっすよね。いいなぁ。ほんと？アンバサもそうですし。アンバサも見やへん。紅茶家電とか。アンバサ。紅茶家電めちゃめちゃ見るよ。あ、見るの？紅茶家電まだまだ王道よ。王道、王道。ほんまですか？コーラ系にやったらありますよね。ある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 。あの、どっちかでも缶になってるんで。なるほど。かんね、僕知らないだけさ。あれ、植木いたら綺麗やから、ペン立てにちょうで。おしゃれ。いいね、いいね。おしゃれ。確かにおしゃれ。紅茶家電ですか？紅茶家電。紅茶家電ですか？紅茶家電。なんで生ラスですか？
飲まらせる必要ないです。スイートニッスは飲んだくらいですか。何ですかスイートニッス。スイートキスですやんか。ニスになるのあなたが言うたらスイートニスは飲みましたよ。ニスってあのニスになるからあなたが言うから。アマニス、アマニスはニスはあのすげえ臭いやつやんか。あなた甘いニスは飲んでない。飲んでねえよ甘いニスは。飲んでない、わかんない、私知らないです。スイートキス知らんか。知らない。スイートキス僕飲んだことないですけど何の味なんですか。あれいやキスの味やそら。うわそういうこと。甘え確かに、うん、でもなんか確かに販売機とか販売そういうお店で見なくなった商品とかありますよね、うん、あるよな。あ そっちの話ですね。あでもゆいちゃんの世代やったら 何ですか。何をこう流行って見なくなったっていう、はい、なんだろう。いやないねって話し出すの。いや厳しいな。待てますか。たかも何かがあるから話はしてないね。待てますと思ったらないんだ。お題を振ってみました。お題やりたいしね。振って返されたらムカついたよね。ちょっとごめんね。仕事やん。あの頃トークみたいな感じな。ないんですけど。駄菓子は。駄菓子は駄菓子は、うん、駄菓子食わんか。でもいや食べてましたよ。好きでした。駄菓子はなんかチューイングガムとか、あの私は流行ってました。チューイングまで言うの。チューイングガムよな。普通チューイングで終わんのよ大体。チューイングまで言う。言わないです。いやもう正確に、うん、正確にそうでチューイングガムでね。合ってますよ。チューイングガム。チューイングガムとか、うん、こうやってなんかあの割り箸使って伸ばす水飴。いや水飴。だいぶ前のやつやん割り箸のやつって。水飴だもん。でも紙芝居にしないですよ。うん、あの、あれやろ屋台でこんなツル作った人やつやろギューって。ツルさんがあの熱いのをこう解いてこう、ハサミで切ってツル作った人やつやんか。あの、ツルさんが。ツルツルツル。ね、うん、水飴細工。あれだもんね。そうそうそう。あれ気持ちやりなりみたいな。そうなんだ。それは好きでした。そういうのもありますけど。師匠だって一番年上でしょ。年上。何食うてましたガキの頃。ラーメングバーとかね、ラーメングバー。何ラーメングラーメングバー、チューイングガムみたいに言ってました。ラーメンバー、ラーメンバーって何？ラーメンバーなんて知らない。ラーメンバー、知らない。いやクッキーさんとか知ってるじゃないですか。ヌンチャクのことですか？ラーメンバー使う武器。違う。ラーメンバーってあのベビースターみたいなお菓子のこうなんか棒みたいになったやつ。いやそれ知らん。あれにシールが入ってて、あのビックリマンシールみたいな感じのやつが、ちょっとビックリマンのまがいもんみたいな感じのシールが入ってて、流行ったんよ一時期。ビックリマンってどっち先ですか？ラーメンバーと。それはビックリマンでしょ。ああ。そんな後ですか。あとあと。ラーメンバー見たことないですね。知らんな。知らない。めっちゃ前いくつやった？え？いくつやった？僕39です。あ、ほら、ここもさ、あるんですね。はい。だから俺と師匠は一番近いんか、でも。あれは？あの、ドンパチ、ドンパチ。あ、ドンパチ食った。ドンパチは、ドンパチはね。はじけろ、早くしないとき、ジョンまで、つって。サンプラザのは。あ、サンプラザでしたっけ？あ、CM。疲れ知らずの俺たち。いや、ドンパチ。こっちだよ、そんな。絶対毎回懐かしいよ。サンプラザ中野さんがやってた CM よ。それはデビュー曲ですかね。デビュー曲じゃないよ。違うでしょ。あれ覚えてます？筋肉少女隊のあのカレーの、あのチェリオの歌。俺にチェリオも飲ませろって。なんで同じ声なんですか？同じような。いやいや、一緒やもんね。うん。ガラガラ声流行ったから。そうそうそう。懐かしい。懐かしいですね。俺に弟子をパンパンさせろ。俺に弟子パンパン。何して。いや、これ何週ばかりやってんの、師匠。俺も呆れますわ、もう。いや、でも。俺すらも呆れますわ。俺、あの、エゴさしたらもう、弟子パンがもうほんと、あの、すごかったよ。あ、デシパン渦巻いてました。渦巻いてた。おやおや、デシパンが流行ってるお前、もう空中に渦巻いてた。渦巻いてた。いや、これでも聞いてみたら、神回や言ってたで。わけわ、聞いた。まあ、聞きますもちろん。ああ。はい。聞いてみたら、全くわけわかんなかったです。なんでわけわかんないので、急にデシパンって言い出して。ギラギラーって笑い出して。で、また、時折デシパンって言って、ギラギラーって笑って。なんデシパンって言って。いや、苦情殺到。苦情殺到なの？いや、苦情殺到ではないですけど、聞いてみたときに、その、理解は、結構、高め、レベル高めかなって。あ、そう、レベル高め。いや、でもいいよ。その、リスナーさんのレベル上げていって。あ、そう。レベル高めラジオでした。レベル高め、そうなん、そう。いや、そうそう。そうそう。あ、書きました。
今週もオンエアを聞いたリスナーさんからの感想メールが届いてます。誰が読んでるの？紹介したいと思います。ラジオネーム水道さんからいただきました。皆さんこんばんは、はい、いつもラジコで聞かせていただいております。どうも。アインシュタインさんが卒業し、ハリウッドザコシショウさん、南川さんが入ってきて、より一層騒がしいラジオになったかと思います。いや、特にクッキーさんとハリウッドザコシショウさんのトークがいろいろなところに飛んでいくのが他のラジオにない良さだと思います。ただそれをまとめるべき存在である南川さんがちょっと遠慮しがちな気がします。もう少し南川さんがビシッと仕切っていただけるとトークがより良い方向に行きそうな気がします。なんかマジで、なんかちょっと頼むよマジで。いいちゃんは嘘つきだし、ゆうまくんはクッキーさんの弟子なので、仕切りにはあまり期待しない方がいい気がします。ぜひ南川さん頑張ってください。皆様ご体ご自愛くださいませ。いやこれはね、僕はずっと思うんですよ。何これ僕ね、あのでもあのエゴサーチしたんですよ、でそうする するとそういった声もありますが、南川ちょっと突っ込みすぎやっていう声もあります。突っ込みすぎっていう、逆に止めすぎっていう。ああ、もっと自由にさせろ。師匠とクッキーさんの連携をずっと見たいねんっていう声もあるんですよ。あるんだよ。あるんですよ。そうなんですよ。でもそうなると、ゆいちゃんとウッチが死んじゃう。まあ、ああ、と思ってるやろ。思ってます。ああ、全然違うと思う。俺はやっぱ、ゆいちゃんとウッチーと長年ラジオ、はいはい、まあ、言うたら2年ぐらいやってたんですよね。ずっとね、あの、無駄では来るまで。そうね。いやいや、なかなかのくせ者よ。あ、くせ者なの？そうですか。うん。やっぱ、俺らがデシパーンって言ってる時、やっぱ、ちっちゃくてデシパーンって言ってましたよ、ね。言ってた。だから俺、後半打ったやろ、ゆいちゃん。打ったでしょ。言ってなかったですよ。言った、言ってないと思いますよ。どっかりたいタイプやから。デシパーンって何、ね、みたいな感じで言ってただけやね。気になってはいましたけど、まあでも楽しそうだなと私思ったのか、うん。もう言うてくんやろ AKB の、 あのライブでも。うん。AKB のライブでですか？ AKB のライブの楽屋とかですか？急に言って分かります？いや、客に言うでええよ。客に。お前ら、お前らな、客な。手挙げてな、お前ら。なあ、だから。俺らのこと応援してるけども。もうデシパンやばいから、お前ら。なあ、デシパン。言うたらいいの？言うたらいいの？師匠か。高いの高いの。一発目なんですよ、毎回笑いが。受け方一発目なんですよ。まだ出るね、味がね。味します。あ、素晴らしい。すごい。すごい。素晴らしいですよ。本当ですか？じゃあ、あの、今のままでいいですよ。もっとこう、仕切った方がいいですよ、これ。としても、はい、多分師匠も一緒だと思うけど、はいはいはい、南川も一緒にデシパンやりたいのよ、ほんまは。なるほど。思いますか？思いますか？何をできるやつぶってや突っ込んでんねんと思ってるから。いや、全員がデシパンやったらおかしいやつ。デシパンラジオやないですか、こんなの。デシパンラジオって。そんなラジオじゃないよ。あっぱれやってますよ。そう、あっぱれやってます。いや、でもこれデシパンラジオですよ。デシパンラジオって何？マジで。確かに。あら、入んねん、そんなラジオ。300回ぐらい言ってるんですよ、今。ずっとこの3週続けて。数えたんか、お前。え？数えたんか。いや、そう、結構。数えましたけど162です。それでもです。数えてますけど。だいぶ2分の1やんけお前。160でも十分でしょ。十分デシパン大丈夫でしょ。確かに。十分でしょうよ。うん、ねえ。いやほなもうデシパン禁止をしてくれよ。デシパン禁止って言われたら、俺らもやっぱりルールに乗っ取って仕事してるから。禁止はしたくないですよ。禁止はしたくない。僕も聞きたいのは聞きたいんで。聞きたいよ。あの制限はしてほしいなって。あれやろ、だから結局お前やりたいんだよ自分で。言いたいんやろ。デシパン。デシパンですか？うん。いやいや、俺別に言いたいってことないですよ。嫉妬やろ。止めてんのって嫉妬のせいで。嫉妬なんね。嫉妬を止めさせてんやろ、お前。いや、俺は別に嫉妬じゃなくて、ちゃんとこう、滞りなくやりたいだけですけどね。じゃあやってみよう、デシパン。一回やれやん。やってみよう。そうですね。ああ、なるほど。はい、お前、ちょっとこっちから。入れ、お前。じゃあ、阪神くん、出て行って。お前な。お前な。じゃあ、出ちゃったらな。デシパン。あれ？いやいやいや、ちょっと待って。約束が違うやないですか。デシパンで滑ったの初めてやないですか。なんでやろか。ザコシショウさんはいつも絶対笑うはずなのに笑ってない。3週間目で初滑るですよ、デシパンで。これなんていうの、初見で聞いたんやけどね、今。初見でしょ。全然来なかったよ。デシパンがですか？なんかちゃうねん。で、その、本当にこう、全然やりたくない雰囲気緩和し出したのに、はい、ちょっとなんか、巨人師匠の、あの、モノマネが結構似てたのが、ちょっと引いちゃったの。そこやっていけんねん、そこでいけんねん。いや、そこ難しいじゃないですか。そこやっぱり。こっちはサービス精神でやってますやんか。塩梅がな。塩梅が。塩梅がな。塩梅パン。塩梅パン。ねえ。あ、阪神君、ちょっとあの、パン粉できて、どんなパン？甘いパン。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 いや、発展させないでくださいよ。発展させない。今何食べたい？一番。お腹減ってた。いや、お寿司ですね、僕。
あ、うまいパンじゃないの。あそこ、まあ、なんだお寿司です。なんだお寿司です。いい振りやって。寿司パンって言うんかなって思ったんですよ。いや、それ怒られたらお前が寿司パンって言ってくれたよ。そうそう。どっちでもよかった。あんだけあんまいパンって言ってたのに。やめ待ちや、今。何言った、やめ待ちでしたね、今。いや、ほんまに勉強なのかな。カンちゃんみたいなとこ行ったで、お前。聞きにくいとこ行ったで、お前。ほんとに。なかなかずっぽしないよ。いや、それは申し訳ないです。それはしきりとして申し訳ないです。あの、これからよかった、これから。うん。レシパンでよかったよ。いや、レシパンでよかったですか。何でもパンつけたらよかったよ。いや、もういいですから。だからあんまり少なめでお願いします。今また今もうほんで気づいてる、もうすごく突っ込んでること、またリスナーがこう角でパチ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 あのメガネグー上げながらヘッドホンでラジオ聞いて、なんで俺だけでっかいこんなもん横バズーカみたいなでっかいヘッドホンでリスナーの想像力なんなんすか。 F1 のな、 F1 のこうタイヤみたいな、タイヤみたいな、タイヤみたいな、こんなもんそうです、見たことないですよ。ラジオの中で人が喋るたびにタイヤ回ってそんなネット見たことないそんなネット見俺のところじゃないでしょ、怒る人もっと怒るでしょ。トイレ行ったら音鳴るからブーンでトイレ流して出てたらブーンってすごいすごいよな、ゆうちゃんすごいじゃないのよ。今なんかその車が通り過ぎた音が上手だなと思う。あ、うまかった、確かにね、上手なのあれも上手ですよね、あのなんかあのフジテレビで会った人のね、うん、なんすか、フジテレビで会った人ね、あはい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 、あれ保育園出した人、あなんすか今ザコシさんが気に入りすぎて、保育園店、保育園店、おはようございます、おはようございます、いいですよ、もう何回やるんすか、もう保育店だともうそのフリやんか、もうここでうーんって言ってもらったら、うーんって言ったらなんで保育園だの、保育園なんですか、さすがにバレますよ、さすがに保育園さんもエゴサーチしますよ、するか、あの人がする絶対しますよ、あーに点々みたいな声でだからリスナーが書くでしょ。じゃあメール来てます、はい、ラジオネームスイートペインさん、ありがとうございます、はい、先日ゆいちゃんが個人配信であっぱれ火曜日の新レギュラーについて、はい、3,4 回共演してからの感想を話していました。あ、マジで、まずザコシショウさんについては面白い、うん、放送中ずっとええやん、うん、ええやんって言ってるなど、うん、それなりにエピソードを話していたのですが、うん、南川さんについては印象的なエピソードがなかったらしく完全にスルー。もっとひどいことに令和ロマンと9番街エレトロの2組についてはレギュラーだとは思っていないのか、コンビ名すら紹介しませんでした。違う違う、ゆいちゃんそろそろ新レギュラーのことを覚え特徴エピソードを話せるようになってくださいと、うん、違いますよ、そういうことじゃないんですよ。ないですか、その、うん、ほら師匠だと面白いとか、うん、放送中ずっとええやんええやんとかね言っていただいてますけど、うん、僕についてはないんですか、印象的な何回エピソード。いや、でもこれ言っても3、4、3、4回、まあまあまあ、まあ、数えたら5回目か、一桁は一桁やな、うん、ですよね、一桁回じゃないですか、一桁回って何やねん、だから、はい、まだこれからあの知っていきたいなっていう。あ、なるほど。うん、まだ。いくらですかと。そうなんです。中身を知るのはまだこれからじゃないですか。まあそうですか。うん、そうですか。でももうちょっとこうなんかそろそろ一つや二つぐらい欲しいかなっていうところはあります。仕切ってくださる。ああ。南川の、うん、特徴を5個言ってみてよ。南川。仕切ってくださるが一つとして他。仕切ってくださる。いいですか。南川はゆいちゃんが思う南川を表すこと。5個って結構あるよ。5個は。ツッコミ。あ、ツッコミね。丸い、ま、丸いかな、細長い卵か、卵さん、卵型ね、同じです、卵型、 ありがとうございます、同じ、うん、あと2つ、あと何だろう、あ、うん、奥さん、うんうん、が奥さん痛い、奥さん痛い、奥さんが痛い、痛い、うん、奥さん痛い、相当あれお助けしましたけど、うん、相当お助けしてる奥さんは痛くないですよ。痛くない。DM 送るでも可愛いです。芸能人で愚かなもの。愚者。違います。奥さんが愚者。違います。奥さんが愚者。違います。YouTube。痛いで言うの可哀想やん。愚者の方です。愚者。愚なるもの。愚なるもの。愚なる女型のもの。愚なる女型に。そんなん言ってもね、結構読み喜ぶんですよ。優しい、ええ子やん、いい人、今度観覧させたりな、まず DM 来ますよ、本当なんだろうな、はい、もう一つは、はい、デシパンここでそのデシパンで、デシパン、そこでデシパン、うん、デシパンのさっきの印象が残ってます、僕のね、さっきの滑ったデシパンですね、そうです、結局デシパンお前のもんになったよ、そうや、あ、
そう。いや、俺のもんじゃなくて。すごい発展よな、それな。はい。使っていくか。受け継がれたよ、前に。あ、そう、できれば、じゃあ、もう、時折、使っていきたいと思います。うん。はい。で、しぱーん。ですね。だから、突っ込む時もさ、いや、ちょっと、とかやめてさ。そんなもうデシパーンってゴリ滑ってんとさ超ゴリ滑ったよね今。いや俺が言ったらめっちゃ滑りますけど、砂利やったらお前削れて骨見えてんで今の。そんな大怪我。いや大怪我よ今。本当よ、そんな大怪我。砂利滑りやったら骨見えやから骨ルックスだよ。砂利滑りすなよお前。砂利滑り骨見えな、めちゃくちゃ痛いとこで滑ってますよ。骨見えやなお前。はい、じゃあ分かりました。じゃあデシパーン時折デシパーン言えばいいんですか。いいよ。でも滑るから嫌なんですよもう。じゃあ何やねん、他のやつやるか。やばいって。デシパン、デシパンが滑って嫌やねんったらもう別にいっぱいあるやん、はい、うん、あれはなんすか。で、あの阪神くんな、はい、大きい魚釣ったよから見たけど、はいはい、お前魚大きいんじゃない、阪神くんがちっちゃいなっていうのどうや。それ教師にしようじゃないですか。それでスパンとかじゃない。巨魚、巨魚って。え？阪神が巨魚釣ったみたいな。巨魚。巨魚？巨魚。巨大なる魚。巨魚。巨魚。え、それ去年師匠が、阪神師匠が巨大な魚を釣ったってエピソードしてるんですか？阪神師匠が大きい魚釣ったと思って、はい、見に行ったけど、はい、阪神くん、あの、魚が大きいんじゃなくて、はい、阪神くんがちっちゃいから、魚が大きい見えたっていう。あ、そうそうそう。はいはい、語り草になってるやつね。うんうん。いやいや、わかりました。何してないですか、僕は。何が。何がじゃなくて。それを言った時にお前が、キョギョって言ったらいいね、だから。あ、キョギョ。そう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 。わかりました。それを言った時に、あ、キョギョって突っ込む。そう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 。それを出たら、そう突っ込みますよ。あ、オッケーオッケーオッケー。はい、そうしましょう。はい、そんな感じですか。何やねん、お前。え、何がですか。何でそんな、こう冷めた感じ。冷めてないですよ、めっちゃ。温度差がありすぎても。風邪ひくで。いや、クッキーさん、他の曜日のやつ聞いてません。いや、聞けへんよ。他の曜日大体このテンションっす。え、そうなの。あ、そうですよ。出た。あ、お前そっちはね、冷たいんや。あ、冷たいというか。ラジオってこういうテンションでやるんでしょって、それがかっこいいんでしょって、その、普段と違う、あの、テンションでやるのがいいんですよね。いや、ラジオなんでちょっと、抜いちゃっても好きな話しちゃってますよ、みたいなことをやりたいんでしょ。いや、そういうことじゃないですけど、その、そういうことじゃないですけど、もっと別に落としてもいいんじゃないか、落としても怒られることはないよっていうことを言ってるんですよ。落とすってないね、落とすって。落とすって言うか、別にそんな、じゃーじゃなくて、うん、一人一人喋るっていうのもあるよっていう。シューっていくか。シュー。シューほら、すぐ自分のフィールドに、すぐ自分のフィールドに持ってくるんですよ。シューシューシャーほらあーっつもゆいちゃんゆいちゃんどーゆいちゃんどーゆいちゃんはそこで頑張ってシューシャーもう一回止めてバーンいっていってそれゆいちゃんゆいちゃんそっち行ったら絶対ないゆいちゃん私もわかんないですどっち行ったらもうパッションでやってるんですね。それ情熱なテンション情熱でやってるんですね。あ、それが一番いいと思いますよ。その時に考えてますね。だからもう今日もね、やっぱ楽しくやっていきましょう。じゃあ、いや、楽しいね、やってみ頑張っていきましょう。今日はお願いしますよ。はい、わかりました。来ました。ということでございまして、曲ここで聴いていただきましょう。内田祐馬さんでレインボー。おりませんのに。野生爆弾クッキーです。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。メールが届いているみたいなんで紹介していきましょう。いいやん。はい。ラジオネームスイカチョコスさん。はいはい。あっぱれ歌謡メンバーの皆さん、こんばんは。こんばんは。大栗ゆいちゃんが舞台オッドタクシーのメインキャストでの出演が決定しましたね。今年は女優業での活躍が続いているのは、やはり、小栗ゆいの、女優小栗ゆいのコーナーで鍛えられたおかげも少しながらあるのではと思います。活動の幅が今まで以上に広がるようコーナーも楽しみにしておりますと。嬉しい。すげえ。え？何の役？なんか、猫ちゃんなんですけど、二階堂っていう役がいるんですよ。どういう意味猫って。猫？声優さん？いや、違います。猫動物なんですよ。オッドタクシー自体が。へえ。それはオッドタクシーは知らないですか。あのアニメなんですよ。もともとアマゾンでやってるアニメで。動物のアニメってこと。動物のアニメ。で、声優ってこと。あの、今回舞台をします。そのオッドタクシーの。そうなんです。の声優をやるってこと。いや、舞台なので猫やろ。だって
猫キャットみたいなことを猫として出るんですよ。でも私もまだ詳しく分かんないんですけど。じゃだから猫じゃないやんか、ゆいちゃんは。そのゆいちゃんが猫やねったら別に、うん、猫やったらね、そうなんでって思うけど、うん、猫じゃないのになんで猫として出るの、どういう意味、どういう意味であるの。猫じゃないですか。ゆいちゃんはオートタクシーもちろん 見てますよね。これから舞台見にアニメ見に行きます。アニメ、アニメ見ます。まだ見てないですか。これから見ます。絶対見ます。これはね、ほんとすっごい面白いんですよ。あ、これ自体はね、はい、タクシーアニメとしてね、これはめっちゃ面白くて、ダイアンさんとかね、うん、が声なんですよ。声優さんがね、そう、ミキとか、ミキ凌介、違う、お笑いコンビの、ミキとかが、ミキ哲也さんな、違います。やるんや、キーボードね、ミキ、ミキ、ミキ哲也さんです。あれあれ、違います、カリスマじゃないんで。渋谷ではチーマに駆られそうになって知りませんけどね。それの、二階堂、あ、この役をやるんだ。これめちゃくちゃメインですよ。二階堂るいちゃんっていう役をするんですけど、今回は犬じゃないの、基本は、うん、アニメか。これ猫じゃないんですかね。犬やろ。これ犬ですよ。絶対犬や。いや、私3匹とも猫だと思うんですけど。あー、猫なんか。耳垂れてあるからもう犬に見えるよ。分かんないけど、多分耳ないもんだって。猫だった気がします。このライダーさん羽織ってる子やんな。カワジャン羽織ってる子やんな。あ、そうです、そうです、そうです。目の青い白い、オグリユイちゃんのコメントがね、その時に出てます。コメント、この度二階堂役を務めさせていただくオグリユイです、うん、アニメ映画でも大変話題になっている、作品が舞台 になるということで、うん、今からとてもワクワクしています、うん、内容もミステリーキッスの結成まで描くということで、私自身が経験したアイドル人生もこの舞台に生かせたらなと思ってます。ぜひ劇場でお待ちしておりますってなってますけど、はい、そのミステリーキッス結成までっていうのは何ですか。見てはないですもんね。はい、これから見ます。なんでそんなコメントできたの。そうですよね。見てないんやろ。見てないのなんでコメントできんの。めっちゃ怖いです、ホラーっすね。だってミステリーキスのストーリーは新たに書き下ろしましたってなってるじゃないですか、うん、ね。どんな役何にカードルイってどういうコーナーの。二階堂ルイは抜群のルックスに加え、うん、歌もダンスもあ、呼んでる。こなすミステリーキッスのセンター。俺んとこにもその文字あるけどね、これね。ベタ落としやな。負けず嫌いで出世欲は誰よりも強いんですよ。ですよねって自分の言葉にすなよ。うん。クリさん、これ、スタッフさんに来たんですけど、はい、二階堂るいはトイプードルです。やっぱり、だってどう考えても犬やもん、これ。ほら。パッと見、どう考えても犬やもん。犬ですもんね。どう見ても犬です。これは、いや、ゆいちゃん。あってはならないミスじゃないですか。鬼ミスやで、これ。やばいよ。違う。ミスとかじゃないんです。これから私は絶対見に行こうって剣も取ってるんですもん。いや、これってほんまこのミスって、マコーレカルキン見て中国人ですよねって言ってるの一緒やで。違います。こんなミス絶対ない。めっちゃ間違いないですよ。めっちゃ間違いやん。もうどう考えてもちゃうのに。違います。そうじゃない。どう考えてもちゃうでしょうって。欧米の方でしょってなるよ、普通。そうなりますけど。犬と猫間違いはもう。猫って聞いたんですけどね。でも、そん。やばいな。まあね、猫もいますよね、そのミステリーキスの中にはね。確かに。この後の2匹は猫っぽいよね。猫っぽいね。猫ですね。一人だけトイプードルなんですね。そう。楽しみだな。内村志保さんも犬じゃないですか。確かにこれな、どっちかわからんな。でもこれでも猫ちゃうか。でも耳の形猫っぽい気もするし、鼻も猫ちゃうか。ね、あの赤いとかね。これでもめっちゃメインキャラクターです。今回ドラマアニメではこのタクシー運転手がメインなんですよね。そうです。でも今回はですよね、じゃない。そうですよね。聞いてるやん。二階堂るいと市村翔ちゃんと小川由紀ちゃんがメインとして。作成された舞台になる。サブストーリーみたいなことや。あ、そうです。元々の本筋じゃない。この後の二人は誰がやんの？他のアイドルグループの。うん。この市村志保と三谷由紀は誰がやんの？誰がやるんですか？鈴木ひとみちゃんとノイミーの。なんでか見てんの？山口奈々香ちゃん。なんで知らんの？人の名前も。日和ちゃんです。え？日向坂46の。日和ちゃんですか？知ってました？知ってますよ、もちろん。同じアイドルグループなんで。そうやってガブリしないでください。いやいや、ちゃうやん、ちゃうやん、ガブリさすようなことをやってるからさ。いや、これ誰出んのったらカンペギチギチにもう思い出せたさ。直視でしたから。そんな言わラジオで言わなくていいじゃない。いやいや、だびっくりしてんの。だからそのやったな、ゆいちゃん、よかったな。そうです、すごい作品なんで。メインだぜ、メインだぜって俺らも嬉しくて、嬉しちぎってんのに、そこで誰と一緒とか言ったらグーって目寄せて、日向坂のとかさ。
そう、ま、キャラの、まだ種類間違えるとか、まだ今から覚えるんです。これ、ね、映画を見るんですか次。そうですね、でも見に行こうと思ってますこれから。でも、まあまあ、ぜひぜひね、これがどんな舞台になるのかっていうことですよね。楽しみ。ストーリーはまだ教えてくれへんもんね、絶対ダメだよね。そう、まだストーリーわかん、私たちもまだわかんないんです。そう、キャストが決まりましたよ、お願いしますねって言われただけで。そうです、まだ台本は来てないので。いつからですか舞台は。7月からです。7月から。はい、まあ、これは楽しみ。これは意外よな、でも女優さん目指してんねんな、一応ゆいちゃんもな、できたら。そうです。いや、普通台本見てからさ、この話私したらやりたいですとか、うん、この話できないですとか、うん、そういう判断あんのかな思ったけど、うんうんうん、台本もらう前からもう OK 出しちゃうね、うんうん、OK な。でも、うん、あの一応もちろんこのオットタクシーっていうのはすごい調べて、うん、調べました、うん、調べるって何なんですか。見たら早いやん。違う、え、そうそうそう、見るの早くないですよ。アマゾンプライム見ないと。いやいや、見る方が早いやん、その方が、ね、調べるよりさ。そうそうそう、資料があったので、うん、資料があって、それを見させて。あ、もらった資料。あ、そうですそうです。もらった早いやん。オットタクシー、オットタクシーです、うん、もう見て面白いな、はい、ほなやりたいなやったら分かるけど、その紙ペラ2枚ぐらい渡されて、これ資料ですで、それ見て OK 出すって。まあね、ケツ軽いよそれは。もうちゃんと見た上で判断しました。ケツ重い重い。結構重い。結構重い判断したんですよね。重い判断しました。結構判断でもう OK 出したってこと。そうです。ほんで、あげくに、その、犬か猫かもわからんってこと。やめてください。ね、悪い方向にやめてください。悪い方向にっていうか、ゆいちゃんが言ってる。それはもうあなたが勝手に自分で、はい。違う、それをまとめなければいいんですよ。ラジオやからまとめるやんか。まとめるよ。悪い方にまとめないでください。いやいや、要するにっていうことですから。要するにいらない。消えてるやん。びっくりして、切れてるやん、切れてるやん、切れてない、切れて、あ、切れてないっす。やっちゃダメですよね。切れてないですよ。どっちですか、長州力さんやるのか。やってみな。切れてない、切れてないっす、切れてないですよ。思ったほう、切れてないです。ベロが宙浮いてる、ベロが切れてない。え、そんなんでなんですか。そうなんですよ、俺はもう切れてないです。俺を切れさせたら大したもんですよ。俺を計算したら大したもんですよ。でもよそでやってくれ、それ。なる、振ったのは。長州レクチャー。本当ですよ。真剣にやっちゃったじゃないですか。やめてください、それ。はい、ということで、はい、続いて、じゃあ、あの舞台をね、7月からということで、はい、もうこれはもうぜひともね、ぜひ見てください。みんなで見てみましょう。はい、いや、行きたい、行きたい、行きましょう。行きたいよ。あ、まあ、もう俺買うわ、絶対。ね。買うか。花送らして。うん。ああ。花送っていい。本当ですか。花送るよ。おのおので雑魚して送って、南川。そんな豪華なことあります。パックンフラワー送る、パックンフラワー。あ、いいな。ね、パックンフラワー。あ、僕踊るやつしますわ。何でしたっけ。あ、もしく、あ、パック、フラワーロック。フラワーロック送る。じゃあ、南川さん何ですか。僕は、そう、僕はちっちゃい花、チューリップ。悲しい。何これ、泣いた、泣きました、今。悲しいね、悲しい、泣かんとって、ゆうちゃん泣かんとって、泣いた、泣きました。ごっつい、ごっつい来るで、ほんと炎上すんで、お前泣かしちゃ、泣かしちゃ、大変だよ、大変だよ、お前滑るわ、泣く、楽しみにしてます、お花、はい、ぜひともね、見に行きますから。滑り暗いはないで、ほんま、勘弁してくれよ。勘弁してくれ、そんなやめてくれ、さっきそっち二人で言うのやめてくれ。オチ、俺はないって、メール来てますよ。だってメール来てますよ。メール来てる、はい、メール来てますよ。新潟からラジオネームカレーボーイさん、うん、新生火曜日の皆さん、こんばんは。こんばんは。さらば青春の光さんの名付け親は、うん、南川さんだと聞いたことがあります、そう、そして現在飛び取り落とす勢いのヒコロヒーさんも可愛がっていたようですね。後輩に圧倒的に先を越されるのはどんな心境ですか。売れてない先輩でも売れてる後輩には無理してでも奢るものなんですかと。嫌なメールが来ましたね。なあ、はい、さらばって思い切るな。あ、僕は名付けましたね。なんでそんなコンビニにしたの、さらば。いや、なんかね、あのね、大阪時代に後輩、もう後輩なんですよ。あ、後輩。1年か2年ぐらい後輩で、うん、で森田がもともと別のコンビやって、うん、解散して東袋と組んだんですよ、うん、で組んだ時になんかあいつめんどくさがりなんで、先輩からつけてもらうのが一番楽っていう、うん、あ、まあね、エピソードとして、なんやね、名前言ったら先輩に気がつけてくれたって言うし、そうです、そうです。それで僕がその週見た映画のさらば青春の光と復讐するは我にありどっちがいいって言ったら、映画のタイトルなんや、映画のタイトルです、さらば青春の光
にしますっていう、うん、それは復讐するあれにありなんて怖い名前もちょっとさすがに消去法ですねって言われたっていうことですね。じゃあまあそこであの、うん、TKO 木下になったよっていうのが自分の中に流行ってたらそれつけたんや。その時僕の中で流行ってたらなったよにしなったよか、うん、復讐すら我にはどっちがいいって言ってたと思います。あ、じゃあ消去法で、うん、消去法でなったよにしてやりたいだけじゃないですか。師匠がやりたいだけじゃないですか。になるんやな。でもそれな、もう木下さんゴリゴリにいじらないでくださいね。怖いですよ。なんで？なんだ怖い。でっかいねんから。でっかいな。それ確かにでっかいわ。でっかい。でっかいですよ。でっかい。はい。笑ってまうわ。あ、いやいや、笑ってまうほどでかくないです。番組でいじったら後でツイッターでありがとうなってくるで。いや、一回来ましたよ、だから。一回来てよ、俺。来てくれよ、お前。あ、ほんまですか？俺あの、あの、さんまさんの工場委員会で、はいはい、こんな筒細胞ってな、はい、あの、筒のな、のこに脳みそと、あれやろ、はいはい、ね、細胞だけのやつ、ね、あれ、持っていって、いつも誰やねん、はい、今るやとか言って、はいはい、遊んどったやん、はいはい、で、その時ちょうど、あの、木下さんがちょうどあの、はい、な、あの、禁止ならはったってやって、それ持っていって、はい、で、裏に44って書いてさ。あ、僕か44。僕か44な。うん。で、さんまさんに、あの、それ誰や言われたから、敵を木下や、こうなってんねん、みたいな。はい。物価もこうやみたいな感じでいじっとった。なるほど、はい、はい。オンエアあった次の日に、はいはい、木下さんから LINE 来てな。LINE が。いじってくれてありがとう。はい。愛情やと捉えてますって来たんや。で、あ、で俺は、あ、よかったと。あ、よかったよかった。なんか見てくれはってよかったと思って。でも一応なんか引っかかってんの。はいはいはい。ほんまにあの、マグロ引っ張る杭ぐらいなんかこう来て、なんか引っかかってんの。めっちゃ痛いんですよ。なんか引っかかんなと思って。もうそれ、持っていかれてますよ。そうそう。めちゃくちゃ持っていかれてますよ、それ。ケツにグッと刺されて、もうなんか引っかかんな思って。引っかかりがあったんですか。そうそう。で、木本さんに連絡したんよ。はい。こういうメール来たんですけど、はい、怒ってはりますかって木本さんに聞いたら、はいはい、怒ってるって来て。あ、怒ってんねやん、怒ってんねや。怖っ。ちょっと怒ってんのみたいな。まあまあ、ちょっと怒ることあります。じゃあ、ゴリ怒りやん。ゴリやん。うん。そう、もうだから、この、ザコシトさんは、もうぶち切りです。もう会われへんだもんな。まあ、もう会えない。やばい、やばいし。もうやばい、やばい。これももう、もう俺も、他のとこでもいじるまくりやもん、だって。そうですよ。なんかあったら、木下さんのナタヨやってますから。やってやってる。うん。ナタヨやばいし、あれいじったら。一番、あれ一番大事にしてる。そうです、一番。一番大事にしてる3文字ですから、あの人が。なるほどね。ナタヨは。ナタヨ。TKO でしょ。一番コンビやな。TKO でしょ、それ。確かに、キモとかね。キモとか、TKO。そら、3文字はそうですよ。そうですよ。はい。いや、これ僕ね、悩みというか、サラバとかと飯行くと、やっぱ、高いもん行くんですよ。で、あいつらも売れてもたしね。売れてし、で、あいつら、森田なんか社長なんで。まあ、そらな、そらな。はい。で、森田にはいつも怒ってもらってます。あ、後輩なのに。あの、なんか、僕らも、あの、会社で。ああ、経費で。経費で行きます。なるほど、ええな、それ。そうな。毎回とかじゃないですけど、たまにはそういう感じにしてますけど。あれでも、その、吉本の風習じゃないですか。先輩が、おごるっていうのは。だから僕はもう、それ、やなんですよ。吉本さんだけじゃないですよね。結構、基本、なんかそうなっちゃいますよね。先輩が。でも、吉本が一番そうだな。吉本絶対でしたよね。そうそうそう、絶対で。でも、なんぼ後輩が売れてても。そう、売れてない、ね、売れてない先輩に、まあ、売れてる後輩が奢ってもらうっていうことになっちゃうよね。なりますね。必然的に。そうです。俺らでかまいたちの方が絶対稼いでるけど、かまいたち飯行ったら俺奢らなあかん。そうそうそう。そういうことですよ。ふざけんな思うけど。どんな風潮やねんそれと思う。いや、やっぱり思うんですね。いや、そらそうや。あ、やっぱり吉本の人も思うんですね。そらそうや。ありがとうございますみたいなこと言うはるやんか。はい。あの、売れてる後輩が。はい。思ってないでしょ。いや、思ってますよ、それは。それはありがとうございますって気持ちはありますよ、それは。楽勝やんだって、自分で払うの。結構裏で文句言うと思うで、あんな安い飯とか。いやいやいや。肉食わしたる言うて、吉野家行かされたとか言うやろ、そんな。そんなとき、吉野家行かせない。肉じゃないですか。肉で。肉ですよ。肉ですけど。吉野家、何百円ですやん。いや、でも肉じゃないですか。いや、まあ、そうですよ。間違ったこと言うてへんけど。それで米で小学上って言うねたらあれですけど、肉食わしてやる。そうそうそうですけど。飲むわけですか、そこで。なんで茶ありますやんか。喉乾いたら茶飲んどけよ、そんなもん。腹減ったら米食って小学どけよ。どけちですやん。小学じゃないですか。どけちですやん。思ってんのになんでケチって言われなあかんねん。カウンターでしたやろ？カウンター。カウンターやで？うん。カウンターでこう横でこう並んで食うわけでしょ？そうでしょ？うん。そうだ、お前な。あ、ほら。わざわざな、怒ってんねん、お前。絶対僕の師匠がやってったもん。肉は肉やから、お前。師匠の師匠。お前、お前こと、お前な、な、伝統、お前伝統やん。一緒の家でもう何十年も何百年もやってんねん、お前。その、お前、伝統の飯をな。
泣くわけや、うん、それはな、まあ、文句言ったな、まあ、まあ、ちょ、え、ハンセン君ちょっとお前さっきレジ済ましてくれ話しない何だろうお前デシパン違う違う、いやだからじゃなくて、いや、まあ、間がいいのよ、まあなのよ、まあなんですね、そうそう、欲しいとこに落とすか、うん、欲しい時に落とさんと、その次かゆいとこに落とすか、これがまあなのよ、そうそう、もうちょっと勉強になりますけど、ちょっと笑いすぎなんで、長いんですよ、そのもうちょっと短くできないですかね、もっと短い方がいいの、やっぱりその結構ショートなんですよ、ね、ショートあるいや、いいよ、うん、じゃあ、まあ、阪神軍パン、阪神軍パンなのよ。ショートやと。でしょ、なくなるよ。これ、阪神君パンになるよ。これ、そうや。まるまるやりました。まるまるやって、ゆいちゃんの短って俺、あったと思うねん。逆に覚えてないから、それ、やってんでったら、すごないですよね。そうそうそう、そう。いや、マジで。同じ感覚やねん。セットです。セットですか？マジでセットです。いや、最近ショートブームやからさ、YouTube ショートがあるでしょ。だから、阪神君パンも流行るよ、多分。阪神グパンは流行るよ、はい、まあそうですね、うん、まあここの代表作ではありますね、うんうん、アイドルはどうですか、後輩が怒らないですよね先輩がやっぱ怒ってくださることは、うん、がありますね、基本でもやっぱそうなってしまう、ゆいちゃんもうあれなの、うん、先輩に入るの、そうです、後輩、まだ後輩、もう先輩に入ります、あ、そうなの、年下、年上後輩おれへん、23歳で後輩ですみたいな、ありますあります、でもそれ関係ないですね、やっぱやっぱ入った順、入った順、関係ないねって言って、関係ないねって、関係ないね、あ、しばらくお願いします、何、ヘタカ、ヘタカって言って、ヘタカ、あ、そうですね、ヘタカ、あ、いいね、ウェイクアップ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 、何ですかこれ、何、何ですか、使ってるのですか、ジェルですって言って、髪を整えてるのですか、ジェルですって言って、髪を整えてるのですか、ジェルです。いいな、いいな。いいな。なんで爆笑なんですか。なんで爆笑なんですか。柴田恭兵っぽいこと言わせてんでしょ、今。柴田恭兵を言わせた時間でしょ。いや、だからといって、別に。そんな時間ないですよ。代表ゼルフじゃないじゃないですか。なんでアイドルの子に、その、柴田恭兵の語録を言わせなあかんねん。あ、いや、やり始めた。やり始めた師匠。ただ単に言ってほしかっただけです。なんで、柴田恭兵大会じゃないですやん。あ、そう、あ、そう、すみません。いや、始まったと思ったから。あ、そうか、そうか。すみません、すみません。80年代多いですよ。多いの ?80 年代の。いや、その、多い、その、二人がもう、シンパシーが、ドーンってなってる時が、だいたい80年代から90年代。あ、そういうことな。むずいですね、それって。いや、すみません、すみません。あっても楽しいんですけど、それは。あ、あの、しばらく。どうしたん、手臭いか。手臭いの、いや、臭くないです。ちょっと笑いが面白いか、自分の中で面白かっただけです、あ、すいません、すいません、ごめんなさい、ごめんごめん、じゃあ次のメール行かせてください、その行き方ないからスタンプ切んなよ、行かせてください、行かせてください、包丁でなたできるみたいな、行かせてください、いい、次やな、お前、次のメール行きます、なたじきり、行かせてください、なたじきり、はい、ラジオネーム、スケベなニュースを届けますローター通信さん、京都からですね、あっぱれかよの皆さん、こんばんは、こんばんは、僕はクッキーさんがあまりに臭すぎて娘さんにファブリーズを吹きかけられた話が大好きです、うん、あ、ほんまに、へ、質問なのですが、塩と南川さんのお子さんは反抗期、イヤイヤ期などございましたか、もしあればどのように乗り越えましたか、よろしければお聞かせくださいと、うちでもこ、あの、あれやからね、双子やからね、そうや、うん、初めて喋ったのは、はい、杉下です。ですけどね。二人で。せーの、杉下です。すごい、やっぱ双子やから。すごい、奇跡ですよね。すごい。奇跡じゃないですか。めちゃくちゃ売れるじゃないですか、双子。すごい。せーの、杉下です。ごめんなさい、それ、なんなんですか、杉下です。相棒やないか。勉強もしなんで知れへんの、相棒か。お茶持った方がいいかですよ。お茶。右京さんね。右京さんね。右京さんの話ね。師匠、今いくつですか、お子ちゃん。今はもう、だってもう60歳ぐらいですよ。あ、だいぶでかいもんな。もう乗り越えましたよ、私を。すごい。お前、なんでツッコミ放棄すんの、お前。なんで下向いて、お前、髪ペラペラ、A4 を借りてくれないの。ないやね。いや、それは別になんか別にいいじゃないですか。僕の自由じゃないですか、そこは。違う違う、もう、突っ込んでくれんと、なんか次に行かれへんというかさ、本当にそれ曲がり通って思ったらどうすんの、いや、だからそこは別に、あんまり僕も突っ込みすぎて、調整してるんですよ、僕。いや、それずるいわ、お前。突っ込み、今のだって、そんな、今の、60歳、ギュッとか言うたら、突っ込んであげんな、そんな。いや、でも突っ込みすぎると思ったら、来ますから。南川さんあんまり突っ込みすぎですか、いや、南川さんもう突っ込みましょう、
そうや、うん、そう、そっちの方がいいよ、うんうん、俺突っ込んだ方がいいの、はい、突っ込むの突っ込みますけど、もちろん、いや、ちょ、そのいや、そ、ここは突っ込んだらいい、ここは突っ込んだらあかんの判断を間違えてんの。楽しい時だけに突っ込んでるやろお前、はい、うん、楽しくない時、今のその雑魚師匠のいくつですか。うちのガキはもう60だからなって、そんな突っ込んであるんだ。ちょちょちょ、なんで そんな喋りしたんや。してましたって。嘘。師匠マジでその時空歪んでますよ師匠だって。渦巻いてんすよ。もう使徒ですやん、それ。顔がぐー回ったりするんです、こう。使徒ですやん。使徒です。ぐにょぐにょ。ぐにょーなんて。使徒やん。使徒です。え、使徒です。ベヘリット持って。ベヘリット。そっちの人ね。そっちの人。ベヘリットね。ベヘリットの卵ね。ベルセルク。エヴァでもええけどな。ベルセルク。エヴァでもいいですか。まあでも、ベルセルクの方がいいな。ベルセルクの方がいい。まあ、グロスに、女のに。ニエ。ニエ。ニエ。オン、ナナ、ニエ。ちゃうちゃうちゃう。ニエ。めっちゃ来るでしょ、みんなが。ニエ。ニエ。分からんじゃないから、からんそんな六国書じゃないから分かんないですよ、50体ぐらいで違う違う違う、キャスカ見ながらニヤ、そんなグループがないから、あいつら歌言うらしい、ないないない、ゴッドファンドのボイの太鼓叩いてるんじゃない、そんなレスじゃないねん、レスじゃないねん、あいつらもう本当にショックね、ショックショックですからね、ただ欲望でニヤニヤって言ってるだけ、 EDM 流れてました、ドゥバドゥバドゥニヤニヤ、オンナナニヤ、揃ってないんですよ、そんなんじゃないねん、ジーマ持って、ジーマ持って、フェスじゃないねん、フェスじゃないの、違うよあれ、フェスじゃ、あれはシトのシトのフェスじゃなかったんですね、シトライブじゃないねん、シトライブ、いや、わかんない、そのベルセルクの話ね、ごめん、ちょっとぜひベルセルク呼んでね、ゆうちゃん呼んでみな、めちゃめちゃ面白い、めちゃ面白い、漫画ですか、漫画です、漫画、ベルセルク、アニメもある、アニメもあるわ、アニメもある、アニメ見たら楽だよ、アニメの方が、あ、そうなんだ、映像ですもんね、映像です、わかりやすいし、人の名前も覚えやすいですね、アニメはね、ガッツとかね、人の名前は覚えるの得意なので、本当に、でもまず先にオットタクシー見ないとね、そうですね、オットタクシー見て、ゆうちゃん見るのいっぱいあるな、だからな、大変だな、ねえ、来週まで、まあ、来週までで見てくれてると思います、うん、はい、さあ続いてのメールでございますね、うん、神戸市からラジオネーム鬼坂美香さんから来てます、はい、はい、やるかメンバーの皆さんこんばんは、こんばんは、動物と触れ合うことで心を癒すアニマルセラピーというものがありますが、はい、アメリカでは牛を抱きしめるセラピーがあるそうですと、カリフォルニア州に拠点を置く動物愛護団体の方のお話によると、どっしりとした牛を抱きしめて見つめ合うことで、まるで自分が小さな赤ちゃんになったかのような感じ、親の肩に寄りかかっている気分になるんだそうです、そこで質問なのですが、うん、皆さんにとって癒しになるものは何ですかと。ほら、確かになんかあのイルカと一緒に泳いだれとかね、あ、なんかよう言いますよね、癒されるみたいな話はありますよね、そう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 、確かに確かに癒されるみたいなのありますよね、ゆいちゃんどうですか、癒しになるものですか、なんかこう疲れてるでしょ、結構仕事も忙しくて、そうですね、でも私は最近だと笑えるものがすごい好きなので、なんかファンの方と一緒に昔遊園地で一緒に遊具に乗るっていう企画があったんですよ、はい、そんなんあるんや、そうなんです、だから乗り物一緒に乗ったんですけど、はい、でティーカップでしたっけ、くるくる、うん、ティーカップね、 あ、はいはい、あれでファンの人もそれぞれ乗って、うん、でメンバーと一緒には乗らないんですけど、はいはいはい、みんなそれぞれ乗って、でくるくるファンの人とたまにメンバーが回ってるみたいな動画が、うんうんうん、撮っているのがあって、はい、それがなんかすごくなんか面白いなって、シュールで楽しいなって思ってはい、すごくいいよね、ファンの方はすごく嬉しいじゃない、それで面白いねっていう、なんか誰かが何振り回されて落ちたりとかしたんそれ、なのね、いや、ただただもうゆっくり時間が回って、何やその話ファンとただただ恋カップ乗った話なんやねいやね、それは楽しかったよね、すごいびっくりじゃないですか、ファンの方と一緒にこうそういう機会があるってことが、え、そのティーカップマンは何体呼ぶの、ティーカップ、ティーカップマンは何体呼ぶの、ティーカップマンは15、あとラーメンもいるでしょ、ラーメンマン、ウォーズマンに行く、あれ、何話してんの今、えっと、すぐ筋肉マンに持っていかないでください、ね、長寿オリンピックの話、違います、ティーカップでファンの人とくるくる回ってて、それが癒し、癒しだったと、笑いをもらえて癒し、それが癒しだったな、楽しかったなっていう記憶が、そういうことですやんか、ティーカップマンの首引きちぎるんやん、ブチーンね、最後グビグビって、うん、あとペンタゴンここやられて、あ、まだまだまだ始まった、ね、
違う。まだ始まる。やってる最中にな、あの、ドン、はい、ドン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 。ショックでしょ、ね、ショックやめてください。ショックやめてくれ。ねえ、メルセデスのショックをラジオで応援すんなよ。キャスカーって言えよ。なんでキャスカー言わないかんですか、名台詞。頼むわ、マジで。ベベリット、待って。えっていう顔になるんですか。やってくれよ、キャスカーって。ガッツ役を。この中のメンツやってガッツお前やねんから。俺ガッツなんすか、ありがた。ありがた。どうですか、クッキーさん、癒しは。癒し癒しのものなんか。俺でもほんま、一番、なんかその、癒されると思ったらやっぱ お坊さんえ？いや、やっぱ悟り開いてるから一番癒されると思う、俺は。あ、お坊さんをどうするんですか？うん、だからお坊さんにハグしてもらいたい、ぐーっと。うん、あ、なんか、まあまあまあ。あの、今朝で包み込んどし。キャスカがグリフィスにやられた時ぐらいね。ありましたね。そうそう、あの、ね、そう、バサッと降りてきて。バサッと降りてきてね。うん、あれ怖かったですよ。あれめっちゃ怖かったです。羽広げて。そうそうそう。気づいたらすぐベルセルク。すぐベルセルク行くんですよ。知らない話。やめてください。どうしたんですか、師匠は、イエスの。ん？まあ、なんだろうな、もう、な、こう。本番の癒しの話でいいです。え？本番の癒しの話でいいです。本番の癒しの話？はい、お願いします。本番の癒しの話です。まあ、なんでしょうね。ジーンは飲んで、あ、いいですね。あの、うん、ある BPM？ ああ、はい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 。ドン。ドンドンドン。ドン。いや、いいです。ドンドン。何ですか？ドン。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 何回しようか。ドンなのね。えって。怖い怖い、えって言えて、キャスカーって。キャスカーは嫌や。いつだった言うてくれんねん。いや、キャスカーは嫌で、まあ、すみません、言うの忘れてましたけども、すぐショック入るの怖くて。ラジオでショックをお送りしてるってのが怖いんですよ。ジーマ飲んでるってこと、うん、ジーマ飲んでるの分かりますけど、うん、それが怖かったんですよ。あと、ゆいちゃんちっちゃい声で、1、2、3、4、アルソックって言ってた今。言ってない、言ってない。やめて、そういうの。今、2円の話してるの。言ってたの言ってない。言ってたんですか。ずっと BPM 話して、1、2、3、4、アルソック。言ってない。ホームセキュリティーリーダーって知ってるけど違う、言ってない。 DJ 感覚ちゃう、 DJ 感覚そういうことね、はめていっちゃったよ、そう、はめていっちゃったんすか、はめないで、勝手に分かんない、言ってないと思うんですか、食の、食の歌を歌ってんの、食の歌なんかないから、食の歌なんかないのよ、本当にお願いしますよ。まあまあ皆さん癒しがいろいろあるということですね。あ、LINE はもう、あら、メールは全部終わりました。なんで LINE、すいません、LINE ってメールを LINE って言っておりました。最新感出すね。まあ、やっぱりやっぱ僕も、ね、結構最新なんで、ね、いや超オールドスクールやん。いやいや、オールドスクールじゃないです、結構もう最先端で。マジで iPad 使ってますし。いや使ってるってみんなって iPad は。いや結構使ってますよ。逆にもう最新は iPad 使えんのじゃん。え、なんすか。いや、その iPad じゃない、アプローチ、アプローチ、アプローチも使うかもしれない。ああ最新やな。アプローチの上がありそうですね。まあ、アプローチってもうちょっと古いかもしれない。時計の上ってまあ鳩時計とかないけど、アップル鳩時計。いや、ならないでしょ。時計だったらそう。糸電話。ああ。一周回って。一周回ってね。うん。え、何が厳しいぞ。あ、来ました。ウッチが来た。ウッチが来ました。すいません。お待たせ。ウッチがやっと来ました。大遅刻やん。え。すごいな。よかったです。ちょうど来ていただいて。お前男の家いたやろ。え？え？いや、それだ、なんか男のワイシャツみたいに着てる。風呂上がり男のワイシャツ着てるね。トレンディードラマみたいなね。聞いてくださいよ。なんでこんなでっかい服を着てるか。はいはいはい。え、なんすか。実はちょっと私、ほう、大きくなっちゃいまして。え、何が、つまり体が太ったんですけど、僕61キロだったんですね、あの年明け。今何キロだと思います？何キロなんでしょう。太ったやろ。太ったんですよ。太ったんですよ。太りました。84。いやいや、そんな、いやいや、そんな、そんなに。ギャン、ちょっとギャンブルすぎません？そんな、そんなじゃない。そんなじゃない。そんなじゃない。キングザ100トン。700トン、トン。トン、100トン。トン。そんな行き過ぎたら、ね、定石ありますから。もうなんか、大体もっとこう、もう、終われみたいな感じで、あ、マイク前へって言われた。マイクが下にあったんで。どうですか、ゆいちゃんは。ちょっと太ったって感じます？全然太ったって思いもない。全然太ってないよ。太ってない。本当ですか。何キロになったんですか？69キロになりました。えってことは8キロ3ヶ月8キロぐらい太りました。あ、そう、だいぶ太ったな。結構太りました。何、炭水化物とか食ったん？いや、もう美味しい、なんかとにかくもう気になったものを我慢しないで食べる生活を2ヶ月ぐらい。いや、もうええんちゃう。だって
8キロったら1キロの成人男性8人分やもんな。1キロの成人男性が8キロってさ、空気して1キロの成人男性いるんですか。いや8キロ太ってることは1キロの成人男性8人分ってことよ。すごい太ってるよな。1キロの人いるんですか。いないんですか。逆に聞きます、いないんですか。いるかもしれない。そういないでしょ。なんでいるで進めるんですか。だって羽があったら1キロですやん。浮いてね。うん、いや羽があったら羽なんかないでしょ。羽あったら羽の重量も入るじゃないですか。ああなるほどなるほど。あそうですよ。うん、難しい話しないでくださいよ。突っ込んだ話、突っ込んだ話しないでくださいよ。腕下がったなお前。腕お前今日腕下がってるな。いやマジっすか。うん、ガローかも突っ込み。いけますか。変わって変わって。いやできるわ。うん、お願いしますよ。ほんとにいいですか。いいで。じゃあ、まあ、次のコーナーから次のコーナーから、そうしましょう。任しとけ。あ、いいですね。じゃあということでございます。実はツッコミうまいとこ見せてあるからで、ね、師匠、師匠の番組ではメールを実は募集しておりますので、喋ってるから今喋ってるね。今俺鬼しきりよ。大事なところ喋ってるから。この番組ではメールを随時募集してますので何でもどしどし送ってください。宛先はやるかアットマーク MBS1179.com までお願いします。また番組のホームページのメールフォームでもお送りすることができますのでそちらもご利用ください。南川です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。女優小栗ゆいのコーナーシーズン2よーやったー。ええやええやみんな大好きなコーナーできましたね。だぜ。このコーナーはアイドルだけではなく女優としても活動している小栗ゆいちゃんにさらに女優として成長してもらうコーナーでございますと、はい、なんとですね前回は、女子高生でしたけれども、はい、今回は女医の役のシチュエーションとかセリフをいくつかやってもらいたいと思いますと、ええやんか。これいいでしょ、これいいでしょ。そういうやつやったね。そうなんですよ。だからリスナーの皆さんにはこういろいろ設定した役柄に対してシチュエーションとセリフを送ってきてもらっておりますので、うんうん、対象いきますね。女医ということでまずセリフ言いますね。はい、これラジオネーム大神木通りのめいめいさん、広島、東広島市からいただきました、はい。今回ゆいちゃんにやってもらいたいのは痛がってなかなか泣き止まない少年に、はいはいもう泣かないの男の子でしょ、はーい、じゃあ今から痛み止めを入れてあげるからこっちに来なさい。まずいな。こちらです。あれやまあ、痛み止めって座薬のことでしょ。まあ入れてあげるって言ってますもんね。ああほんまやね。はいはい、もう泣かないの男の子でしょう、はい、うん、じゃあ今から痛み止めを入れてあげるからこっちに来なさいです。これでございます。丸出しってことやね。やばいな。これだからゆいちゃんいいですかね。どうしよう、男子、はい、よくいるのかもね。そのあら、まあ、泣いてる男の子、うん、あ必要だ。泣いてる男の子必要ですよ、ね。そうね、必要ですか。必要、まず必要かどうか。必要です。必要です。まず必要であると。必要です。そして、まあ、もしご指名があればね。泣いてる男の子ですね。泣いてる男の子、うん、まあ、泣いてる男の子は、うん、じゃあ、うんうん、クッキーさんです。クッキーさん、ちょっと待てよ。あら、言ったんで、うん、指名が来たんで、うん、嬉しいんちゃう。いや、そう、罪悪ケトナな店の熱いですよ。いや、実際にはいいですこういうシチュエーション嬉しいことですよ。何入れてくれ、あのえペットボトルの蓋入れてくれ、ほんとそこなの。あの、声だけ出演でお願いします。そういうことあります。そう、声だけ出演で、じゃあ、うん、ペットボトルとかやめてくださいね。俺はいくつの手、それはもうクッキーさんがもう選んでいただければ、うん、クニ君、うん、クニ君、ね、台本のセリフを、じゃあまず台本のセリフいきますね。私が読みたいと思います。こちらですね。俺なんで泣いてんの？こちらですよね。あ、ごめんなさいごめんなさい。泣いてるんですかね。俺なんで泣いてる。それも自由じゃない。それ自由です。それ自由です。自由です。痛がってなかなか泣き止まない。では行きます。こちらのシチュエーション、よーいスタート。よし。今日も。え？なんか泣いてる人がいる。どうしたの？父さんが死んだんだ。痛い。心が痛い。父さん。俺のせいで。俺のせいで父さん。誰だよあんた。
あんた誰なんだ。私ですか。今泣かないの。父さんの知り合いかい。男の子でしょ。父さんの知り合いじゃないなら帰ってくれよ。男の子でしょ。この痛みは消えることのない傷だ。帰ってくれよ。帰ってくれ。はい、じゃあ今からなんで罪悪入れようとするんだよ。やめてくれ。はい、じゃあ今から痛み止めを入れてあげるからこっちに来なさい。父さん見ないで。父さん、死んだ父さん目をつぶって。ああ先生、海面体に違う。やめえ、がにせよ。ちょっとですよ。誰が悪いんですか。誰が悪いのか。俺は忠実に設定を入れてその役をやりましたよ。なんか噛み合ってないですよね。そうですよ。ちゃんと演技を受けて、はい、ゆいちゃんもね、確かにね。だってまさか、はい、そのお父さんが死んじゃって泣いてると思わなくて、うん、それは重い相談だなと思って、はい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 、このセリフはちょっと合わないなと思ってどうしようと思って、はい、ちょっと失敗しましたね。ちょっと笑っちゃいましたね。笑っちゃいましたね。笑っちゃダメだった。笑っちゃうの良くないですもんね。そうそうそう。ちょっとキャストチェンジしよう。キャストチェンジします。誰がいいですかね。まあ南川じゃない。南川さんが泣いてる人。いや先生。あ先生。え俺先生ですか。先生で泣いてる人は。泣いてる人誰ですか。俺が先生。一回お手本見してもらったら。確かにね。確かにね。僕も結構役者経験ありますから。あすごい。あるんだ。すごいですから今。お願いします、うん、はい、泣いてる役もちょっとやってくれる両方泣くのすか。あ、一人二役亀島をあげてね。泣くごてなんだ。一人二役なんで亀島をあげて泣くのすか。一人二役泣くのですかっていうの。一人二役泣くのですかの時の顔なんなん。顔は別に泣くのですかってなんか顔は別に顔は別に普通ですから。おろ、すいません、お願いします。じゃあ僕が行きますね、うん、はい、お願いします、はい、お願いします。痛いよ。はい、もう泣かない。男の子でしょね。はい、じゃあ痛み止め痛み止め入れてくれ。はい、じゃあ、こら動かない。落ち着いて、ほら痛い、先、こっちに行かせ、こっちに来なさい。あー、なんなんそれ。そんな気持ち悪いだけやんか。なあ、なんで最後覚醒したの。覚醒しません、それ。なんだよ。痛い。なんだ、どういう感じになりますか。人間から出えへんはずの音出たんや。そう、だから茹でられたんで、痛み止めが。なるほど。なんていうの。でも二役見えました。見えました。見えました。聞いたことない首の動きだった。いや、あとですね。うん。あの続いてなんですけど、ついにその来ました。何？新たに募集しました。巨人師匠の役。巨人師匠の役でシチュエーションとセリフが届いております。素晴らしい。これどうですか、ゆいちゃん、いけるかな。何ですか。ラジオネーム、俺は人間をやめるぞハンマーカンマーさん。最高のディオやな。シュート合宿に病気で行けなくなった佐山悟の代わりに巨人師匠がコーチを務めるっていうシチュエーションです。セリフがですね、もっと本気で蹴ってみ？お前さ、俺が本気で蹴れって言ったら、本気で蹴らないと。舐めてんの？俺のこと、舐めてんのか？お前、弟子か？弟子やな？お前、弟子ファンです。こちらでございます。こちらのセリフをぜひともですね。混ざってんな。すごい、でも、上手に混ぜましたね。うんうん、すごい。はい、これはもう名シーンでございます。シュートの名シーンでしょ。 YouTube によう流れてるもん、それよう流れてますね。しんどいんですから、これやってみます。これまず知ってます、この映像は。知らない。まあそうですね。知らんねえ。そう、知らないです。知らないです。一回時間あげるから見てくる。
すごい仕込みが佐山さとるがぶち切れてるやつ。すごい仕込みがですからね。ぶっ殺すと言ったやつ、うん、衝撃、そうそう、殺すぞこれ。もう とんでもないこれ、ほんま怖いね。もうフルスイングですから。あとあの時の佐山の格好はあれパジャマですから。部屋着です。部屋着です、めっちゃ動きやすそうですけどね、うん、動きやすい。めっちゃ結構蹴れそう、蹴れそうですけどね。蹴るときはか、そうなんですよ。佐山渡さんの蹴りがね、すごいのよマジで、うん、すんごい蹴りの、いかついの蹴りが、いかつい。巨人師匠のセリフですよね、うん、これは。そうですね、うん、そう、巨人師匠がコーチを務めてるんで、うんうん、巨人師匠です。佐山さんではないのよね。佐山さんではないです、うん、巨人師匠でございます。そうそうかそうかそうか。ではいきます、ゆうちゃん、巨人師匠です、お願いします、どうぞ。もっと本気で蹴ってみ。お前さ、俺が本気で蹴れって言ったら本気で蹴らないと。舐めてんの？俺のこと舐めてんのか？おい、お前弟子か？弟子やな。お前こっち来い。もっとこっち来い。もっとこっち来い。もっとこっち来い。弟子パン。かわいいっすね。余韻なんなん、かわいいな、ね、パーンの後にこれ難しいです。パーンなんなん、いやいやいや、これね、うん、タイミングがわかんないですわ。いやいや、ってことで、やでもこれでも、佐山悟はでも、うん、師匠の方がうまいから、うん、俺がほら弟子割る、巨人師匠、佐山さとるが巨人師匠に切れてるにしますか。ああ、そうそうか、どうやったらいけるんだ。佐山さとる、絶対俺がだから、中東を習ってる巨人師匠、うん、はいはいはい、じゃあ俺は佐山さとる、はい、わかりました、じゃあお願いします、よし、スタート。あ、蹴ってみよう、蹴ってみよう、蹴ってみよう、そこ蹴ったらいいか、蹴ってみよう、うん、蹴るで、パシンと、うん、どや、だからもうちょっと思いっきり蹴ってみよう、いくで、いくで、いくで、うん、どうや、どうや、もっと思い切り蹴ってみよう、ね、十分蹴ったで、蹴ってみよう、うん、十分蹴ったで、蹴ってみよう、佐山くんな、佐山くんな、うん、ちょっと話聞いてくれ。ああ、なんだ、蹴ったんや今、え、今思いっきり蹴ったんや。いや、舐めてんのお前。舐めてん、何も舐めてんやん、俺が思いっきり蹴れって言ったら思いっきり蹴らないと。いや、舐めてんの佐山くんな、これ舐めてんの、こっちは漫才師や、舐めてんのか、漫才師や、漫才師や、殺すぞこれ、やめて、殺しちゃあかん、殺しちゃあかん、そんな殺しみな、あんた、お前何してんだこれ、殺すんか、殺すんか、佐山くん殺すんか、蹴れこれ、ちょっと大きい声出すな、何お前、大きい声出すな、あれ、大きい声出すな、佐山くん、阪神くんちょっと部屋だとって大きい声出すな、何だよ、何その殺してないよ、蹴れっつったら蹴れないと、お前なんてんだ、佐山くん君な、佐山君な、佐山君分かるよ、それ君が作ったシュートか知らないけども、え、僕も漫才師や、センターマーク一本あって、その前で阪神君と、阪神君ちょっと入ってきてな、彼、阪神君、なんで入れんの、これから阪神君、佐山君挨拶して、入れんの、どうもお願いします、うん、どうも、でも阪神君出てきて、そうです、出てくる、彼が阪神君、なんで一回来たん、阪神君と漫才して日本一頼みてんねん、言うとね、シュートで日本一頼むことないや、シュートの一本であなたはその最初からあなた弟子になってる。長い。え、弟子やろ、わし。そうですね。あなたの弟子やろ。うん、まあそうですね。逆に言うとどっちや、あんたは弟子か、弟子です、ね。逆に座ろ、お前弟子やろ、弟子ですね。お前な、お前な、うん。弟子やったらな。弟子パン。だから、だから、すごい。長いですよ、ドラマですよ、まあまあ、しょうがない、そりゃしょうがないよ、なんで一回阪神さん、こんな絡み絶対ないもんだって、だって阪神さんがなんで一回出てこさせてもう一回出させて挨拶してなかったから、そうだね、挨拶せやがったらもう殺すぞこらってなるから、そうそうそう、彼と日本一なるんだぞっていう挨拶をやっぱ佐山さんにするんですよ、ね、そうそうそう、佐山さとると巨人師匠喋ったことなると思う、ないですよ、ないですけど、さすがにもっとコーナーのあれとしては自分でもコンパクトにいけるんじゃないかなと思うだけですよ、ああ、いやでも無理よ、今のは無理だと思う、これ以上ブラッシュアップできへんで申し訳ない、それをはがき送ってくれてありがとうございます、うん、ただそのやっぱりその設定は長くなるよ、なる、いやいや、うん、師匠もだってさ長尺バージョンですもん、これラジオのやつのメールできたやつのもっと前からやってますから、いや、じゃあ何かい、はい、
はい、じゃあ何かい、あ殺すぞぐらいとかしかもう使えないってこと。やっぱできればそのね、舐めてんのかーぐらいしか、それはもう伝わらへんもん。それは分からんすよね。分からへん、分からへん、そう、まあ、伝わらへん。ラジオやのにわざわざ上下スウェット着替えてくれてるんでしょ。いやいやいや、何言うの、そんなバカね。もうキピチのあのなんかちょっと水色みたいな、水色とかもうピッチピチのボディビルダーが着るやつみたいな、やれほら。まあ、あの引き続きね、はい、引き続き今でも勉強になりました、ゆうちゃん勉強になりました、よかった、相当勉強になりましたか、うん、ということであの結構ねあのいい形になったと思いますけど、 AKB のライブでもやってええで、うん、まあ、うん、最後の方はね、うん、やっぱモノマネありますかって言われたらやろうかな、じゃあ絶対やってもらったらすごい渋い、やっていいんですか、うん、なんでんのねお客さん、おっそうやもやらすってこと、お客さん俺のことなめてんの、なめてんの、なめてんのか、えぇ、ー、めっちゃ似てるんですよ、難易度高いな、めちゃくちゃ似てるんですよ、そうそうそう、すごい、デシパでもいいで、うん、急に張るから、デシパン、デシパンもいいです、急にでもデシパンは急にモノマネできるってデシパン言ったらあかんで、それ意味わからんから、うん、デシパンやったらパンパンやぞはあるけど、デシパンってこともないからね、絶対ないですよ、そう、うん、その過程があってってことで、最初にそれやらんと、うん、もう発展系がもうあの最初になっちゃうと、もうわけわからんから、うん、これ、ゆいちゃんの女優のコーナーなんですよ、デシパンのコーナー、演技のコーナー、モノマネ伝授の会じゃないんですよ、確かにお願いしますよ、まあ、シーズン2のね、女子高生や女医 OL の役などありそうなシチュエーションとセリフを募集してますので、はい、宛先ゆいちゃんお願いします、はい、宛先はやるかアットマーク mbs1179.com までお願いします、また番組ホームページのメールフォームでもお送りすることができるのでそちらもご利用ください、はい、ということでございまして以上女優小栗ゆいのコーナーでございました、では一曲聴いていただきましょう、ゆいちゃんお願いします、はい、それでは聴いてください、 AKB48 で元カレです、知らん、 AKB48 小栗ゆいです、 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます、やるか芸人ヘッドラインニュース、わーというわけでこのコーナーは吉本若手芸人に今若手芸人界隈で起こっている出来事を伝えてもらうコーナーです、というわけでそう今週やってきてくれたのは令和ロマンのお二人です、ありがとう、はい、そうなんです、令和ロマンの高井の車です、松井煙です、よろしくお願いします、よろしくお願いしますよ、さあ今週はどんなニュースを持ってきてくれたのでしょうか、はい、今週はですね、うん、いっぱいニュースを持ってきました、はい、発表させていただきたいと思います、ありがとう、はい、そちらの方がですね、こちらの方になります、え出待ち事件いいタイトルね出待ち事件何があったんですか、はい、まあ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 、かなり広めにタイトルつきました、そういうことね、そういうことね、はい、うん、出待ち、まあ、出待ちっつって、はい、まあ芸人、若手芸人ってそれこそ、はい、あの二人とかその森さんとかあんま分かんないと思うんですけど、はい、なんかこうライブがあったら、はい、こうファンの方がこう外で待ってんすよね、うん、置いてる置いてる、あんまアイドルさんとか声優さんの ライブとかってあんまダメじゃないですか、うん、割と待ってて、でそれでそこを対応する出待ち対応っていうのがあるんですよね、うん、まあコロナで今ちょっと今やってないですけど、はいはいはい、前はやってた時にやっぱコンビ格差っていうのがどうしてもあって、あ、そうなんですよ、どっちかが人気でどっちかが人気じゃない、はいはいはい、よくあるんですこれですけど、はいはい、満腹ユナイテッドっていうね、はい、芸人さんいるんですよ、満腹、満腹団結、違います、ユナイテッドの意味はそうですけど、違います、満腹団結じゃないです、満腹ユナイテッド戦時中じゃないんで今全部日本語にしなくていいんですよ全部待てカタカナ禁止じゃないですけどね、これじゃないですよ、野球がねそうだったか知らんけどね、野球じゃないですよ、なんでユナイテッドというコンビがいて、まあ分かりやすくこうイケメンな松下さんっていうイケメンの人がいて、で、ちょっと太ってて、うん、ラップが好きな狩野さんっていう、まあ、ラップ関係ラップ関係のさんっていうちょっと太ってる、まああんま人気がないんですよね、だから松下さんっていう方の人がやっぱ人気があって、なんでその外出るとわーってこうねファンの方が寄ってくるんですけど、うん、こう松下さんっていう方にしかこう話しかけないんですよ、うん、でお手紙とかも持ってないしなとかってやってる時にその狩野さんの方は、はい、でもなんか帰るのもちょっとなんか悔しいというか、うん、なんか、うん、とりあえずその場にはいるというか、うん、そのお客さんも気遣ってどっちにも
止めてる感じは出してるんで、言ってるんでちょっと変えれもしない。でも携帯とかいじってたら相方が喋ってて、なんか態度悪い感じにも噂とかも回るんだよ、ね、そうなんですね。反動しであいつ態度悪いとか、でどうしようもなくなって、その加納さんと一緒ずっと相方がもう要は1時間とか喋ってる間、なんとなくこう空の方をね、ずっとぼーっともう見ることしかできなかったんですけど、これライブ毎日あるんで、毎日1時間この夜空見てたら、若手芸人で一番あの月の満ち欠けに詳しくなってました。すごい詳しくなってて、いろんなすぐ即答してくれるんですよ。見すぎてね。今日なんですか？あ、ここ影の月。すごい。もう言葉も分かって、もう言葉も言葉、あんま加減とかね覚えてないって。暇すぎださ調べるわ。そうそう、ちょっとこれはこれかってる。これなんだろう。おしゃれ。おしゃれな。おしゃれな事件。事件。おしゃれな事件。そういう事件の月に詳しくなってしまった。はい。そう見てないんですけど。未だに。ぶっといの。そう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 。ぶっといね。どんどん詳しくなって。まあ見たいなね。まあまあまあ。その出待ちってやっぱあるんですよ。出待ちはね。いろいろね。ちょっとね、この前あのちょっと怖い話を持ってきすぎて、ラタタッタという芸人の、まあ覚えてるか覚えてないかあれですけど、ちょっとねあのかわいそうだったんで、マイルドがね取りやすかったんですけれども、そうですね、そうなんですよ。出待ちね、僕らなんて、お前らどうなん、出待ち、僕らもまあしてましたよ。でも格差はありますね。どっちが上、ニキャンの煙がもう、まあまあまあ、お前ニキャンの煙がもう人気っていうかね、相当ですよ。もう出待ちも長いですしね。ぶっといやんね。ぶっといっす。ぶっといぶっといっす。そのまぶっといですし、見た目もね。でまあ今ラジオだったらですけど、ヒゲも生えてるんで、まあ結構あの男性の方からね、結構あの好きになってもらえることがすごい多いんですよ。僕その健康さんとかね。まあそうですね。そっちに人気ないの？僕はそんなないですね。もう煙が出待ちしてる間も暇すぎて、はい、英検とか受かってました。嘘つけ、暇すぎて。嘘つけよ、もう暇すぎて。ずっと勉強してた横で。でも分からんけどさ、なんかお前のが人気あんのかなと思ってた。勝手に。本当ですか？まあそうです。まあ細身でさ。はいはいはい。女性のお客さんとかもちろん多いですよ。もちろん多いですけど、でもやっぱあの男性のお客さんの方がこう熱量すごいの、なんとなくわかります。なんか一人に対して熱量すごいんで、なんか結構劇場とかにもなんかその出待ちとかの時差し入れとか昔はなんかよくくれる人とかいたんですけど、よくいたんですけど、やっぱ彼はあの女のお客さん多いんで、まあチョコとかなんかまあそういう系の可愛らしいやつもらったんですけど、僕だけあのプロテインのシェーカーとプロテインもらったことあります。プロテインめちゃめちゃかっこいいプレゼント。もっともっと大きくなってほしいって言われました。よりもゴリゴリになるしっていうイメージがありましたね。結構人気です。これ出待ちの方の時代でなんかちょっとニュアンス違うかったりとかするんですかね。確かに。でも多分俺らの若い頃もっとやべえ熱狂系が多かったんじゃない。そうなんですか。で、ザコシ師匠はどうでした？俺？いや、俺も本当にいないよ。そうですよね。そう。いや、そうですよね。全然折れへんねん。最初から。そう。今も折れへん。絶対男系ですもんね、人気は。いや、でも出待ちはもうほぼ折れへんよ。そう、だから、なんだろう、こう、来るんねんけど、単独ライブやったら来るねんけど、出待ちゼロよ。あ、ゼロか。そうなんだ。ゼロゼロゼロ。今はでしょ、でも。今も、昔もそうよ、結構。あ、そう。二丁目の頃とかも。二丁目の頃も、あの、二、三人やったけどね、ずっと。確かに。でもなんか熱狂的なイメージありますけどね、ザコシ師匠さんのファン。全然よ。なんか、ツイッターとか見てると、結構その、師匠が単独ライブとかやられた時に、単独ライブの感想ツイートみたいな、こう、するじゃないですか。で、大体、吉本の芸人とかがライブしたら、一個のツイートで、なんとか、ハッシュタグなんとか、こう、面白かったばみたいな。あるけど、なんかの映像、なんかのライブの後とかなんか見た時に、その一人の人が、師匠の時だけやっぱ、5個も6個もツイートするんですよね。気持ち溢れすぎて。それよく見ますね。文字数に収まりきらない。びっくりマークめっちゃ多いし、なんか。あ、そうそう。そういうイメージあります、なんか。すごく熱狂ファンがいるね。そうそうそう。でも姿見せへんよ、ほんとに。全然世界にいる。誰かわからない。見えないってこれ。マジマジマジ。見えない。姿見えない。素晴らしいよ。確かに。でも松竹なんてね、出待ちめちゃくちゃ多いですもんね。いじってないわ。ごめんなさい。うわ、南川今いじられたね。これは許せないですね。これは今すぐその、もうこの時代に
に鉄拳ですね。鉄拳ですか。鉄拳世代ですね、これは。許せない、リモート超えて。許せないですね。満を持して。いや、でも正直言うと、後ろ指定がいっぱいいましたから。はい、ああ、確かに後ろ指定。後ろ指定多いで有名やったね、なんか。もうすごかったし、その時、門座は。後ろ指定出るだけでも満杯で、毎回。門座さ、新宿にあったやんか。ありました、ありました。俺何回か見よう思って撮ったことあんねん。あ、ほんまですか。興味本でスケジュール見たらさ。はい。大体北野誠さんがなんか怖い話してんの。そんな回数ないです。全然。毎回北野誠かってなんで。1年に1回とかです。1年に1回とかです。1年に1回。これちょうどドンピシャでハマってない。あれでもライブ出たら、嘘の怖い話したら怒られるんですよ。それはバカにしちゃダメなんですよ。怖い話じゃない。お前嘘やろ、それ。とか言って怒られる。怖い怖い。すごい。いや、素晴らしい。ありがとうね。他の話。ありがとうございます。他は時間的にどう？他ですか？モサモサとか。モサモサしてる。いやでも全然明らかに動揺するな。音鳴ってる。すごい音鳴ってる。やばいやばい。どうなってるのか。時間なくなった。もう調子が出てる。ありました。じゃあ次にお願いしますよ。お願いします。音に救われた。というわけで、令和ロマンのお二人でございました。ありがとうございました。来週は秋番組レトロのお二人がやってきます。以上、やる気芸人ヘッドラインニュースでした。どうだ。令和ロマン高平車です。松井けむりです。MBS ラジオ AM1179、FM906 からあっぱれやってまーす。はい。はい、エンディングでございます。終わりですか。でございまして、メール来てます。ほら。はい、ラジオネーム、田中家の一員さんから来ました。はい、ありがとうございます。先日、ツイッターにて、ユーモさんのファンクラブ、B サイド U ですかね。あ、B サイド U ですか。B サイド U の解放に、ユーモさんのイラストを掲載するというツイートを拝見しました。あら。私は絵が描けないことはないのですが、上手ではないので、ぜひクッキーさん、ユーマさんのイラストを描いてみてはどうでしょうかと。あら。どういうこと？ユーマさんのイラスト描くって何を描くの？僕の似顔絵ってことですかね。似顔絵を描いてみてはどうでしょうかってことですよね。まあ、クッキーさん上手いからってことだと思うんですけども。似顔絵。それギャラ払えんの？その人は。すいません。絵描いてくれて振っといて、その実際描いたら、やっぱ吉本的、金発生してあげていいんかな。で、そこは、そのラジオ仲間ということで、フレンドリー価格っていうか。ああ、オッケーオッケー。まあ、フレンドリー価格はいくら？フレンドリー価格。28円で大丈夫です。安いです。安いな。フレンドリー。フレンドリーじゃない。28円。その28何税なのか。ちょうだい、ほんまにちょうだい、今。いやいや、逆にそれ、申し訳ないわ、逆に。申し訳ないから、ちゃんと28円払って。いやいや、逆に。払ったら逆に28円じゃ申し訳ないです。払います、逆に。イラストを掲載するっていうのは、これ、ユーマ、うっちが描いたやつってこと？僕が描いた絵を掲載するっていうところで。あ、絵はどうなんですか？絵は描くんですか、結構。いや、もう、いや、僕、絵描くのは好きなんですけど、あんま上手に描けないんですよ。いや、そこまで上手い感じなかったね。可愛い感じですよね。でも、ザコシショウも絵上手ね。本当ですか？めちゃくちゃ上手。え、どのような絵を描かれるんですか？俺はね、なんだろうな、もう、こう、藤子不条 A、藤子不条 A 系。そうか、そうか、そうか。いいですね、なんか可愛い感じで。おもろい芸人ってみんな絵うまいよ。そう、ほんまに。松本さんも上手ですもんね。でもなんか、憧れへん？その、なんか下手な人。あ、わかります。下手になりたいですよね。下手で、うまいとね、惑われへんのよ。あ、なるほど、なるほど。そう、大喜利とかで出しても。はいはいはい。うまいとね、やっぱね、無理無理無理。下手な脳が面白い、やっぱ。そう、すごい、ないものねだりです。ないものねだり。そうなのよ。むずいとこなんよ。確かに。ちょうどええとこ。で、わざと下手に描いたらわかるしね。わかるわかる。すごいですね。才能ってなんかな、ほんま。才能ってありすぎてるやつだよね。描けるんですわ。描けるはずなのになんかかっこよくないな。え、なんそれゴミかすみたいな絵描きたいわ、ほんま。ゴミかす言うな、お前。いやいやいや。ワイ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 やっておりますけれども、リスナーの皆さんのメールは番組は作りますので、どしどし送ってください。やるかアットマーク MBS1179.com までお願いいたします。また番組のホームページのメールフォームでもお送りすることができるので、そちらもご利用ください。あっぱれかハッシュタグつけてくださいねと、ということでございます。今週はこの辺でございます。また来週お会いしましょう。お会いしましょう。さようなら。ご苦労さん。